そしてカービィ3の続きやっていきましょう。今回はレベル3からですね。サンドキャニオン。仲間が多いね。バシ。仲睦まじいのか。いろいろ問題を抱えた仲間関係な気もするけど。行きましょう。おお、これも聞き覚えあるね。ん？チューリップ。あれでもここの、なんか、仲間みたいなやつは、このチューリップではなかったよな。でも、ん？ヒルー。え？まさか！お前も潰しちゃいけないやつか？この先に椎茸が、いたーってことは、そういうことか。ちょっと待って、こんな序盤でやらかすぐらいだったら出た方がいいな。まさかのチューリップは罠だったとはな。え？あー、穴かよ、これ。早々にこんなミスを重ねるとはな。さよならカイン、お前はいいやつだったよ。これ実はチューリップが悪いやつで、椎茸だけ残していかないといけないとかそういうのではないよな。ないと思いたいけど、とりあえず椎茸は残さないとダメでしょ、この感じ。椎茸とチューリップを残しつつ、先へ進みましょう。これでどうしような、ゴールにチューリップと椎茸が待ち構えてて、最終的に椎茸がチューリップに食われて、こんなことになるくらいだったら、あのチューリップを始末しておいてほしかった、みたいな風に。椎茸から恨まれる可能性が、ちょっとだけあるかもしれない。でもこの辺をスルーしていけばいいだけだろう。そう考えると、道中はそんな難しくないかな。ん？え？何これ？こんなのいたっけ？スカでした。ちょっと珍しい子かと思いきや。ただの雑魚。なんだ？お、リックがいる。鳥がいる。リックオア鳥。どっちがいいかな？いや、でも踏まないようにするんだったら鳥の方がいいんじゃないか？ホバリングできるしな。どちらがいいかわからんが。ファイヤーバード。自動で飛んでいく系だね。なんか鳥は、自己主張が激しい気が。ん？これは？揺れるだけか。花を咲かせましょう的なのではないのか。違うならありがたいのだが。いてててて。とりあえずチューリップが足らないとかそういうのはないかな？コピーが剥がれました。何にしてもあれは、椎茸とは関係なさそうだから。このままでいいのかな。あれも水をやって、チューリップが咲くというパターン？これ。ありえそうではあるが。いてててて。どうしてホウキのコキピー能力を外から持ってきてくれなかったんだいみたいなパターン？ちょっとありえるから怖いんだよな。ストーン。ストーンは使わんやろ？大丈夫だと思うけど。ビリビリー。上なんかある？気のせいか。マップのつなぎ目でした。使いこなしたら強いんだろうけどな。難しいよな、扱い。安全なとこから攻撃できるというのは唯一無二な気もするが。というか、椎茸が全然見当たらない。もうこれ以上椎茸はいないのか。あ！くそー！めっちゃ一方的に殴られた。あ！これやっぱりスパークは微妙なのでは。く、く、あー！やられすぎである。スパーク使いこなす難しいわ。意外と、ストーンの方が合ってたりするかもしれ、え？コロコロー！そういうことか！ストーンでよかったんだ！コロ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 、コロコロカービィ。まさかここから着想を得られている。何かとストーンで転がるような、カービィは。そういう着想の得方だった可能性は完全に否定することはできない。ゴロゴロー。
でもそれだとゴロゴロカービィだよな。よいしょと。どうかな？え？え？なにこれ？敵かよ。なんか、物々しい場所に立ってるから。味方なのかと一瞬思ってしまったが。ただ突っ立っているだけ？まさか椎茸の栽培に？この人を倒すと椎茸の栽培が滞られて、あの椎茸が起こるとか。いや、まさかそんなことないやろ。むしろ全部倒してくれっていうパターンだろ。あの原始人が私たち椎茸畑を荒らして困っているのみたいな。どちらかというとそっちの方がありそう。ちょっと悪そうな顔にも見えるしな。顔つきは非常に可愛いけど。何にプテラもいるな。ってことはこの辺は恐竜エリア。本当に原始なんだな。このプテラ君も64にいた子だよね。よくリフトアップして遊んでるよね。まあねー。とりあえずこの原始人風の彼らを全部倒していくという謎の縛りを設けつつ、先へ進んでいく。とりあえずこれで終わりか。序盤以外は何もなかったけど、果たして。シイタケ？あ？怒ってる！なぜだ？どっちだ？原始人か？それとも途中の花の方か？鳥がいたってことは放棄であれをやっとくべきだった気がするんだよな。くぅ、まさかダメだとは。これは？パラソルのコピー能力の元の子っぽいな。お、グルメレースだ。で、放棄ここにいんのか。キキー。確か君キキって名前だったよな。まあ、ちょっと先にこれで、こっちのやつやっとこうか。これチューリップは踏まないといけないってパターンなのか？少なくても椎茸を踏んじゃダメだよな。さっき踏んでないと思うんだよな、椎茸。だから何かあるとしたら、やっぱりさっきの水やりをしていないっていうパターンだと思うんだよな。とりあえずこれで水やり、バケスロが手に入ったところで、これだ。これが水やりできるんじゃないの？え？そんなバカな。なんもないだと？そんなことか。え？何もない。え、本当に何もないぞ。カッターとかで強引に刈り取らないといけないとか。そうでないならこれは関係ないということか。え、じゃあやっぱりチューリップは敵なのか？まさかそんなことか。チューリップは敵。なんかチューリップだけわざわざ踏みに行かないといけないようなところに後半あったから、そこが怪しいんだよね。我がシイタキたちの宿敵であるチューリップをスルーするとは、お前はシイタキの敵みたいな。可能性は十分に考えられる。結果的には放棄は全く関係なかったけど、これで、中に入って、潰して、うん、これだったら踏む必要ないというか、踏まなくなっちゃうから、むしろ条件を満たさないという風に。お！なった！そういうことか。え？でもなんで、チューリップは敵なんだろうな。もう体力は限界なんですが。あ！逃げろー！逃げ切るんだ！よし！どうだ？お、穏やかな顔してる。まさかチューリップを倒すのが正解だとはな。もしかしたらとは思ったけどな。ナイスマキシマム。オッケー。それでは心置きなくこっち行きましょう。そして放棄は関係なかったってことだな。このスコップは？スカか。なんかちょっとコピーっぽくも見えたけど。スカでした。
このサボテンはニードルっぽいな。おお。頭だけニードルなんだな。ちょっとこのファイヤー怪しいな。怪しいけど、まあ、とりあえずは、先へ進んでみないことにはって感じやな。ここは？お、アニマルだ。降ってきたぞ。こっちじゃないかな。なんとなくこっちな気がする。ここが空正解だったらちょっと便利すぎるもの。ペロン。これで？うわー、この謎の気球状態で。ガオー。でもこの気球の、あれなんだな、風船部分にもダメージがあるんだな。上方向に対しては強いかもしれん。ちょっと待って。ここはパラソル超怪しいでしょ。あのパラソルの雑魚が、なんか見た目そっくりな感じだったから、パラソルの力を見せてほしいんだという感じのお方がいるでしょう。そういう前提で行ってみましょう。この左右の扉から入れれば隠しを得られそうだけど、まあそこはいっかな。誰も二人を分かつことはできないのよ。すげえ止まらねえんだなこれ。強いじゃん。お、ほうきだ。ん？ちょっと待って、ソードいるやん。カッターになってんのかこれ。え？アイス？これアイスなんだ。アイスソード的なやつだったわけか。え？っていうか、パラソルが。パラソルが。いけませんよ。ほら、パラソルでここを突破すると決めていたのに、普通にスルーしやがって。よかったよかった。とりあえずこれで、いければいいんじゃないかな。だが、しかし、待ってくれ。上が超怪しい。え？あれなんもないのか？え？パラソルじゃないや、お掃除じゃん。うっそ。ほうきを連れてくるべきだったのか。もう、騙された。この三角巾が絶対パラソルだと思ったのに。くぅ。まさかこんな、騙し宇宙クラウドは、思いもよりませんでしたよ。わあ、偽扉かい。他は？黒い。これは？これは本物か。つまり何らかのお掃除グッズへ行くべきだったんだな。おお。これはニードルっぽい。これはサンダーか。この敵あんま見ないよな。これ以降のシリーズで見かけた覚えのない謎の獲物を持つやつ。さあ、グルメレースの音楽とともに。なんかこれ、聞いてるとちょっと、忙しくなるというか、スピードを持ってクリアしないといけない気持ちになるな。行くぞー！おー、下り坂は気持ちがいいね。ぐる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 。まあ、取り逃しはあの道中のあの生き物ぐらいだろうから。素早くゴールを目指してしまおう。くるくるくる。くるくるくる。え？落ちるんかい。行くぞー。誰も二人を沸かすことはできない。もうそろそろゴールじゃないかな。これ全体が当たり判定っていうのが強いよな。下の方は何もないかな。え？カービィみたいなのが出てるけど。カービィのお化けか。上り坂、下り坂、上り坂。これ気になるな。何なんだろう。つかでした。特に何もないわけね。お掃除ちゃんと、
心を通わすことはできなかったね。でも、ほうきの能力にしたって、どのほうきの能力かっていうのはあるだろうからな。卵などの敵だな。忘れないうちにやっておきたいよな。序盤にほうきというか、あの機器はいたよね。いたいたいた。とりあえず、こやつを取れば、いいのだろうけど。お掃除まーん。どうだい？ほうきだよ。ほうきだよ。全く反応しない。もしかしてほうきじゃなくてモップかこれ。モップっぽいなぁ。ほうきじゃない。つまりカービィのこのほうきでもないし、この子のほうきでもない。私が欲しいのはほうきじゃなくてモップだよ。そこのとこ勘違いしないでおくれ。わかったよ。さてと、畑じゃないのか？それともこれ単純に床掃除系？でもないよな。わからん。この子が何を求めているのかがちょっとわからんな。モップ系の能力が地味にいないんだよな。一番近いのが雑巾がけだからな。私モップがけしてるからあなた雑巾がけしてねっていう。その組み合わせの妙に気づけない奴には、友達になる資格はないよみたいな感じなのか、こいつからすれば。わかんねえな。とりあえず、また今度にしよう。相変わらずこのステージ2は大体、謎が多いな。一旦スルーしてこっち行きましょう。お！こいつも懐かしいね。どうしても、64のカービィのイメージ、個人的に強いからな。そこで、見かけた、子が多いと、ちょっと嬉しくなっちゃうね。ちょっとカッター欲しいな。遠距離で攻撃できる子がいるとありがたい。カッター。王道にして基本。このカービィ単体だとちょっと、あれだね。アニマルには使い勝手で劣るコピーがあるけど、その中でもコピーじゃね。カッターは安定して使いやすい部類だね。あ、いた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 。骨の残り判定が強いな。お、これはなんかそれぞれの扉にアニマルがいるパターンでしょ。ですよね。何がいいかな。これ初めて見たな。カービィに使われてる側だな。ちょっとレアなパターン？ギュン。恐ろしい攻撃やで。でもこれ下にも上にも強いから、結構扱いやすそうだな。わあ、出たり入ったりどうすんだな。ほどほどにスルーしながら、カニをスルーしてから、取り抜ける。で、通っけー、危ない。さあ、今のところは順調よ。わあ。でも、ここの、なんか、条件は卵っぽいやつがいたんだよな。鳥か？ちょっと、アイコンではわからなかったけど。あやつを満足させることができる、何か能力といったら？なんだろうな。とりあえず行ってみて、見た目とね、想像が合ってるのかどうかをまずは確認する必要もあるな。さっきのな、パラソルの雑魚敵かと思いきや、お掃除中だったからな。なんだこれ、めっちゃ熱そうだぞ。何か炎を使う系か？ああ無敵時間取りしてしまう。ちょっとアニマルがいなくなってしまったのは少し不安だけど。まあどっちみち多分初見でわかるんだろうから。まずは様子見ということでいいかな。受けてー。
ドン。とりあえずスルーして。あ、卵だ。ん？ミディアムか。え？え？嘘。顔が変わったゴールドの数か？一匹じゃないの？全員違う顔してなかったっけ？いや、でも二匹だったような気もする。二匹で。うっそ、三匹いたし。ぐー、やれやれ。こんなこともわからないようじゃ、俺の友達にはなれないな。くそー、そんな顔しやがってよ。ダメか。でも逆に言えば、ミディアムだけなんだね。このミディアムだけのパターンをどこで、やってくるかっていうのは結構わからんな。いやでも一安心だわ。でも地味に難しいなあれ。全く3匹だと思わなかったもん。左端にちょっと顔の違うやつがいたなぐらいで、残りが全部同じだとは。なんかゴルドーの顔つきが4体いたなぐらいまでは見えたけど。しかもあれがまだ3もあるからな。なかなか難易度高いよな。一回成功だけだったら結構、そんなに難しくないんだけど。地味に厄介よね。あ、そうか、こいつか。さっきの卵野郎はこれだったんだな。ガサー。卵くーん。卵くんをスルーして。友達にならなかったからな、俺は。では帰りましょう。マキシマムを狙うと大体失敗するな。とりあえずやっとくかな。ちょっと、一旦録画区切りたいんだよな。調子悪いんで。よし、じゃあ一旦区切ろう。ありがとうございました。